ママミニマリスト伊沢ひとみです。今日は4人家族でもすっきり暮らせるように手放して良かったもの8つをご紹介します。子供がいても片付いた家にしたい方、どんなものを手放すべきか悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。それでは始めていきます。昔はクローゼットに服がぎっしり入っていて、毎朝どれを着るか迷ってばかりでした。でもおしゃれに暮らしている人たちを見て、本当に似合う服だけを残すことに決めました。私は骨格ウェーブなので、体型に似合うお気に入りの22着だけで1年を通して快適に過ごしています。一軍の服だけにしたおかげで服選びが楽になり、クローゼットもすっきり、管理も簡単になりました。服と同じくカバンや靴もたくさん持っていても、結局よく使うものは限られていると気づきました。本当に必要なものだけを残して、今はカバン4つ、靴3足で満足しています。厳選したら収納場所に困ることもなくなりました。状況に応じて持ち物を見直しながら、自分にとってちょうど良い数を見極めるのが大事だと感じています。収納ケースは便利ですが、とりあえずしまっておこうという理由で物が減らない原因にもなります。私は服を減らしたことで引き出しタイプの収納ケースを手放しました。数が減ると収納ケース自体が必要なくなります。すべての服を見える収納にしてから、持っている服を確認するのが楽になりました。新しい服が欲しいときは必ず持っている服を確認してから買うようになったので、無駄な服も買わなくなり、服の増加も防げています。床に物を置く習慣があると、部屋が狭く感じたり、心が落ち着かなくなります。私はラグやゴミ箱を手放し、床に物を置かないようにしました。掃除がしやすくなり、常にすっきりした空間をキープできています。今床になんとなく置いてしまっているものがあるなら、定位置を決めて移動させると部屋の景色が変わります。日常的に目にする景色が整うと、自然と物を増やさないという意識が身につくので、無駄な買い物を防ぐ効果もあります。安いから、なくなると不安だからと、ついついまとめ買いしがちですが、大量にストックすると場所を取るし、使い切るまでに時間がかかります。どうしてもまとめ買いしたい商品がある場合は、あらかじめ収納スペースを確保したり、購入する時期をきちんと考えてから買うなど工夫が必要です。基本的にストックは1個までと決めたことで、スペースに余裕ができて、結果的に管理も楽になりました。新しいコスメが出ると試してみたくなりますよね。でもコスメは使用期限があるので、今使っているものだけに絞ることが大事です。開封後1年以上経ったものは潔く処分して、本当に使うものだけを持つようにしました。メイクがつまらないと感じるかもと心配になる時もありましたが、厳選したおかげで迷わずメイクができ、時短にもなりました。今は各アイテム一つに絞って持つようにして、欲しいコスメがあった時は使っているものがなくなるタイミングで買うようにしています。ポーチの中身もすっきりして、とっても心地がいいです。5年前に炊飯器を手放して、今はルクルーゼでご飯を炊いています。炊飯器を置かない分、キッチンのカウンターがすっきりしました。炊飯器より少し手間はかかりますが、ご飯の美味しさは格別です。冷凍ストックして電子レンジで温めて、すぐに食べられるようにしておけば、毎食ご飯を炊く手間も省けます。持っているのが当たり前と思っていた炊飯器を手放したことで、他のキッチン用品も見直すきっかけになりました。トイレブラシも持っているのが当たり前だと思っていたので、手放すのに勇気がいりましたが、結果的に困ることはなく、掃除のハードルも下がりました。今は洗剤とトイレシートで拭くだけなので、毎日トイレ掃除ができています。お風呂の掃除ブラシも衛生面が気になり、手放して4年経ちますが、困ることはありません。洗剤を振りかけた後にタオルで水気を拭くだけで、カビやぬめりも激減し、以前よりも綺麗な浴室を保てています。いかがでしたか？物を手放すことは決断が必要ですが、その分自分にとって本当に大切なものが見えてきます。物に縛られず、ミニマルな暮らしを楽しんでみてください。この動画が参考になった方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。
公式 LINE でも暮らしの情報を発信していますので、友達追加もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。